この時間は JK の昼休みのコーナーです。皆さんこんにちは。始まりました、 JK の昼休み。パーソナリティは燕市役所町遊び部ゆーなと今日です。このコーナーは燕市役所町遊び部の女子高生が JK 目線で JK だからできること、燕市についてイベント情報、時には毒舌 JK トークをお送りするコーナーです。パーソナリティの自己紹介をやらせていただきます。じゃあまずきょうちゃん。はい、3年生のきょうです。じゃあきょうちゃんの趣味や特技を。と、私の趣味は絵を描くことです。きょうちゃんうまいね絵が。うまいです。どんな絵を？アニメの絵を描きます。じゃあ最近描いたキャラクターはズバリ。最近描いてないんだよね。あ、描いてないんかい。描いてないでね。でもなんか1年前にきょうちゃんが描いてた配給はもうめちゃめちゃうまかった記憶はある。特技？絵描くことですね。はい、どっちもいいですね。きょうちゃんの好きな教科と嫌いな教科。はい、好きな教科は美術で、嫌いな教科は英語です。あの美術はじゃあ絵描くのが好きだから、好きな教科、わかるね。嫌いな教科はこれは英語は自分たちは日本人なので、わかるわかるわかる。スペルね、スペルね。じゃあ自分の中の流行りと。最近は映画鑑賞がハマってます。最近見た映画は、最近見た映画はハリーポッターを全部見ました。やばいね。最近テストだったけどね。見たのそれで。テスト勉強せず見ました。やばいね。やばいね。やばいね。どうだった最後？最後は感動しました。感動。そう、感動ね。感動して泣いちゃいました。そうだよね。思い出せないけど。で、学校での出来事とか最近あったこと。最近は鏡山まで学校から歩くっていう片道8キロぐらい。あった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 。あの清掃ボランティアね。で、私たちの高校の去年からの行事なんですよ。学校から山のところまで歩くんだよね。それでまた山の中も歩くからね。歩く。でも文化祭なかったのにね。体育祭もねなかったのに。なかったのに歩かされたっていう。そう、ゴミだけ拾わされて。拾ってね。拾ったよね。すごいね。まあ、地域に貢献できた気もしたね。できました。したね。できた。で、ひーちゃんの卒業後の進路を。卒業後の進路は、舞台スタッフになりたいので、めっちゃいい。照明とか音響を学ぶ系に行きます。いいね。それはアーティストに会うため。会うためではない。あ、違うんだ。あ、違うんだ。違うんだね。はい。それなんでじゃあなろうと思ったん？ライブを初めて行った時にアーティストの人たちもすごかったんだけど、ステージの演出とかにすごい感動。わかるわかるわかる。私も作りたいこのステージって思って。めっちゃわかるめっちゃわかる。いいよね。いいね。いいよね。あのなんかパッチカパッチカするね。あの照明でしょ。すごいよねあれね。パッチカパッチカする照明。パッチカパッチカする照明でさ、ほらあのペンライトとかがさ光るじゃん遠隔で。あれ一人だけさ、なんか何千人もいる中で私一人だけさ光らなかった時があって、でみんな周りゲーみたいな感じで盛り上がってるのにさ、私が暑いてないついてないと思って、一人だけ。それは2時間ついてなかったね。電源もなんか消してやってましたね。なるほど。もうなんかただの棒を振りましたみたいなこともありまして。ありましたね。はい、続いて、じゃあ西ちゃんの。はい、西がいきます。私の名前はゆうなです。ヒーと同じ高校3年生です。趣味や特技は何ですか？趣味や特技、特技は長距離走です。長距離走。長距離走何メートル何秒ぐらい？わかんない何メートル何秒なんだろう、わからないですけど、でもあの体育の長距離系はめっちゃ好きです。好きなの？好きだね。趣味はないですか？ないんだ。ピースしないで、はい、いや好きな教科、嫌いな教科は、好きな教科がさっきのひーちゃんがね嫌いな教科で英語って言ったからめっちゃ言いにくいんだけど、好きな教科が英語で嫌いな教科が科学。その理由は、ね、その理由は好きな教科はなんかもうなんか先生が好き。なるほど。先生が好きだから。科学嫌いな理由はあの科学の反応が無理。なんかわかんないよねあれ。あの H2O、そうそうそう。あ、そこら辺はわかるけど
あの反応されちゃうとちょっと困る。困る。化学反応されちゃうと困るからかな。かな。なるほど。はい。次は、はい、自分の中の流行りなんですか。うん、自分の中の流行りはアニメを見ること。何のアニメを見てます。何のアニメ。最近めっちゃみんなも見てると思うけど、あの鬼滅の刃を見てんだ。見てたね。テスト来たのにね、全部見ちゃって、ね、またアニメね、全部見ちゃった。だからめっちゃ楽しみなんで、あの映画が。映画が。そう。今日公開。うん。今日今撮ってるね、あれがね。うん、今日公開なんでね。だから楽しみです。そうですね。はい。早く見に行ってください。そうです、ね。迷惑をかけないです。ごめんなさい、本当に。でもあれね、就職の試験でね、行けないね。なるほどね。うん、どうせ多分、また。来年来年来年の DVD 金曜ロードショーとかね、とかなんか見ることになると思いますけども、早く見ろよってね。ただで見るのダメだよ。あ、そうだ、ごめんなさい。公式にちゃんとお金を。本当だ本当だ本当だよね。そうなの。いや、いいね。だから高校生中には見たいと思います。はい、いいと思います。はい。卒業後の進路は。卒業後の進路は就職です。どこにですか。どこに。個人情報なんで。でもあの人の役に立つような仕事に就きたいです。このコーナーをじゃあ今後どんな風にしていきたいだろう。私は、うん、お便りをいっぱい読みたいです。わ、うんうん、かるわかる。でも送っていただいて。だから送ってくださいませ。すみませんです。お願いします、ね、送ってください、うん、お願いします。どんなのでもいいんです。JK にね聞きたい、本当にもう何でもいいんですよ。些細なことでも。そうそうそう。でも私がね全力で答えさせていただきますので。答えさせていただきます。もうどんなのでもいいので待ってます。待ってます。あとはそうだね、私たちがつばめ市役所町遊び部のメンバーでもあるので、他のねメンバーたちを呼んでもっとね賑やかに JK らしく、もっとキャピキャピした姿をねお届けできるかもしれないですね。そうですね。もっと楽しみだね。楽しみ。じゃあ今回はじゃあもうね自己紹介で終わっちゃったけど、まあ、再来週もねありますから、もっとね私たち JK らしくもっとキャピキャピねお届けできるように。お届けできる。はい、頑張ろう頑張ろうね。ちょっと今緊張して。そうだよね。そうなんです、私たち初回でラジオバクバク、そうやったことないですから、めちゃめちゃ緊張してね。大人が今ね3人もね、めちゃね狭い部屋に3人もいらっしゃって、すごくねもう昼休みにはね、ないね。ね、こんなんだって今スマホだってうちらだってここにあるけども募集されちゃう。募集されちゃうから、ね、もうバクバクでお送りしましたけども、次からはねもっとねちゃんとはっちゃけますから。頑張りますので。はい、もう楽しみにしていただいて、再来週もぜひお楽しみに。